はい、皆さんこんにちは、なっちです。もうちょっとね、動画始まったばっかりで申し訳ないんですけど、今ね、4本動画撮ったんですけど、すべてボツになってるんでね、もうちょっと気力がやばいです。2時間半ぐらい今かけてやってますけど、動画撮影から未だに1本も動画完成してませんのでね、そろそろね、やろうかと思います。もう同じこと言ってるんで、もうこれ以上言いたくないんですけど、この企画自体は初めてです。まあ一回ちょっと、いや、これはクソだなと思って退出してニューにはなってないんですけど、オール白パでゼウスバルカンをやってみるという動画です。まあ、その前はね、ヘラ、全属性ヘラへ、全属性のヘラ入れてゼウスとかねやったんですけど、まあどのリクエストもちょっとね、よくよく考えたら運ゲーで無謀すぎたっていう結論に至って、まあ今回ね、ちょっとこんな感じで比較的難易度の低いね、パーティーでトライしております。ということでですね、まあまあ動画こう始まってしまえば僕もだいぶ気分変わってきますんで、ヒードロップがないわけですが、ちょっとヒードロップ待つか。前回ね、三蔵法師じゃないや、最有機降臨でオール白パでやったと思うんですけど、その時はまだジンがループできなかったんですよね。ただ今回は全員白がスキル前になりましたんで、ジンがループするということなんですが、白さんスキブが少ないために、その1ターン目でジンが使えないというメイメイと決定的な違いがありまして、まあ、ドロップ強化がね、水ではありますが多いんで、火力は多少出るんですけど、やっぱね、スキブは大事だなとね、感じましたね。で、しかも1ターン目のコカトリスが高確率で絶対欠損させてきますので、結構火力出たし。そう、コカトリスがね、欠損させてくるんでね、結構めんどくさいんですよね。ただ、亀さんとは違っていい陣が飛び出します。そこが違うポイントかな。はい、今回のもう一つの挑戦がですね、この火山流の方向をアルテミスまで保った状態で行くと狩猟の極意が来ないらしいんで、それも検証です。パズドラのアイコン落ちましたね。パズドラのアイコンが落ちました。これワンパンできるんですかね。これワンパンしていかないといけないというのが今回はちょっと難しいポイントっちゃポイントなんですよね。でもこれいい陣でしょう。これいい陣って僕見ただけで分かって、間違いなくいい陣なことは確かなんだ。それの分割が下手くそなのも僕なんだ。さあどうでしょうか。火が 上から乗ったんで、もしかするとこっち弱かったはずなんでね、倒せるかもしれません。 OK。 で、次がジークさんじゃない、フェニックス。そう、さっきも間違えたんです。これはジークフリートですか。いいえ、フェニックスです。おいさ、ここも大丈夫しよう。こんだけ闇あれば火の落ち込みが案外ね、嬉しいんですよね、このパーティー。一応一人の副属性ではありますが、いるんで。さあ、5回ですね。ここからワンパンがちょっと難しくなってくる。本当に陣次第になってきます。あー、これは際どいの。どうでしょうか。これいけそうかな。誰に聞いてるんですかって誰に聞いているんですかって感じですけど、あー、そこで火が分割できなかったか。これだけ火が降ってきたところでちょっとね、どうなんでしょう。言ってほしい。よし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 。でも問題はさらに次なんです。ここで貫通できる盤面が出てこないと難しいんです。お願いします。おさっきね、44じゃダメだったんで、443あったらもしかするといけるかもしれません。よし。修行の極意じゃなかったら、なんだろう、先制で通常攻撃かな、普通に。まあ、それ見てみたいんでね、やっぱり。行きましょう。右で3作って、ここで3作って、4。あ、そこの闇消えましょう。そこの闇消えましょうよ。
よし、60万出た。さあどうなる、気になる、非常に気になる。あれするじゃねえかよ。いや、翻訳アプリには書いてあったんだよ、確か。なんかのアプリに書いてあったんだよ。修正されちゃったんかな。まあいいや、ちょっとここは、はい、ということでメタモンを倒して、ヘラウルズですね。こいつもちょっと怖いですね。うわ、すごい闇トロップがね、いい感じですよね、やっぱりカメさんとは違って。よいしょ、おー、いいね、ブロックで消えました。ここも問題なさそうですね。次のアレスでちょっと磨かないといけないところぐらいでしょうか。 OK で、アレスくるるるるるるるうわ、めっちゃキラキラしてる。おっと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 、すごい、すごい量だ、すごい量だ。いいね、地味にいい落とし入りました。これ倒せますか。 OK、いいね、サクサクきましたね。普通にストレスがないですよね、このオールジンパーティーって。先生とかあったら、まあ回復しないといけないかもしれませんけど、こういうダンジョンね、ゼウスバルカンは全然ストレスフリーですよ。むしろ楽しいですよ。これでだからこうして、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 こうつながっちゃうから、こうして、まあでもさすがにゼウスバルカンこんなんじゃ倒せないと思うんだよね。何してくるんだっけ。光になったらちょっと半減できないっていうのが怖いんですけど、怖いんですけど、怖いんですけど。またこれもボツになるのかって今思ったわ。よかったよかった。ビビるわマジ。5コンボだけ気をつけてね、とどめさせましょうか。いや、1万7000ちょっと不安だったんだよね。不安で、あ、これやばいなと思ったら、136で耐える。大丈夫、大丈夫だね。ちょっと途中でコンボ終わったけど大丈夫ですね。落ち込みありがとうございます。落ち込み、落ち込んだけで白の属性消えたわ。ということで、ゼウスバルカンをオーレハクパでギリギリクリアでしたね、最後だけ。はい。まあ、全然ストレスフリーなんでね、むしろ楽しんでね、指針いっぱい持ってる方、ぜひとも試してみてください。一応、レイランも僕ね、そのうちできそうなんで、レイランバージョンもいつか他のダンジョンでできたらいいのかなと思います。ということで、アルテミスのね、その特殊な行動、いや、メタモンの特殊な行動は見れませんでしたけど、まあ楽しかったんで、よしとしましょう。やっと今日の動画1本目完成でございます裏で僕もねちょっと苦労してるんでね、その辺ねちょっと知っていただけるとありがたいです。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。